不屈の術、心身を操り仲間に刃を向けさせる邪法。それに屈したことは宗人にとって忘れがたい痛恨事であった。平の清盛と対したのは赤壁の戦場だった。あの地で宗人と加工派は不屈の術を受け、ここ今の自分たちならばあのような屈辱を受けはしない。宗人と加工派、そして彼らと共に語らう柴田勝家の三人は、ヨーマガにここまで追い詰められるとはさすがに厳しくなってきましたね。どうにか赤壁を抜けたいな。この状況では難しいやもし、おいつ様を救うため巨匠へ急ぎたいが、この状況素通りもできまい。敵の手の内を知るよすがともなろう。ご了承。ありがとうございます。宗人殿、俺たちももう一息頑張りましょう。我ら葬儀の鉄壁と織田の猛将、ここに合力し、ふん、宗主公、乱世を打ち砕かん。回廊の難しい行くとすか。ならば要望を取り、回廊を確保するまで。さすれば後の撤退も容易。あそこにいるってことはやっぱあれだ、決して操られてるってことだ。関羽殿は希代の敵、できるならばここで救出したい。ならば拙者はあちらへ向かいます。国に存ぜる。
つを助けるためにとどまったか。その意気に応えてやらずばなるまいな。周りはすべて包囲したぜ。あとはあいつらを捕まえるだけだな。いや、これはやばいって。橋は落としました。二手に分断されてしまった。清盛様、人を所らしき場所を見つけましたぜ。に使えるやもしれぬな。おっと、遊びすぎちまったか。一時退散だ。また来るぜ。目の覚める戦ぶり、お見事。龍馬め、うじゃうじゃと、どこから湧いてくるのだ。いかん、敵をこちらに引きつける。高まりましょう。
たちまで捕まるぜ。少々送るよ。見砕いて進もうぞ。ハイロード、これぞ天の助け。助けなし頼みますぞ。目の覚める戦ぶり、お見事。敵液を抜けることができた。勝家殿の協力のおかげよ。なれど関羽殿と孫権殿を救うことはかなわなかったか。あんな術を使われたんです。どんなに頑張っても難しかったでしょう。まずはこれにてお市様を救うため。勝家殿、連携ありがとうございました。どうかご無事で。うん、お主らも